Morning Jam 3、4、おもろい家族パート2。この時間は健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております、はい、今週も大賞に輝いた方には大分くすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎり6食セットプレゼント。本格的なキャンプシーズンが到来いたしました。大分県玖珠町にある手ぶらで楽しめるママに優しいキャンプリゾートパークパラディス大分、いかがでしょうか。ドローン飛ばして賞金がもらえるかもしれないし、バーベキューに舌包み、テントにも泊まれる、もちろんのことながらそれが全部手ぶらで楽しめるっていうことなんですよね、でそのパラディス大分の中に美味しいランチコースを提供してくれるレストラン、リストランテアジュールルナっていうお店が入ってるんですね。そのランチコースの締めに出てくるのがくすまいと豊後牛のコンソメスープかけ焼きおにぎりなんですよ。これがめちゃくちゃ美味しくって、だったら家で手軽に楽しんでもらおうっていうことで6食セットが出ました。それを対象商品としてプレゼントしています、はい、それからね、聴けるおもろい家族本 CD 付きすごろく、これがね、もう随分とですね、少なくなってきました。大きな本屋さんでは手に入るっていうことなんで、イオンモールの中に入っている未来屋書店、それから紀ノ国屋書店のね、博多駅にあるところだとか、夢タウン博多の中に入ってるところ、関文館書店の各店だとか、春屋書店だとか、マークイズ福岡桃地の中に入ってる蔦屋とか、はい、大きめの本屋さんにね、行っていただければ大丈夫だよっていうことになってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあそれではね、今日届いたおもろい家族、まずはこちら、女性の方、いいですね、40代中地あっちゃん、こんにちは。こんにちは。毎日仕事しながら楽しく聞いてます。ありがとうございます。去年12月、千葉で一人暮らしをしている24歳の娘が1年ぶりに帰ってきた時の話、去年の12月ね、帰省前に半年お付き合いしている28歳の彼と結婚を前提に同棲しようと考えているっていうことを聞いてました。我が家は本人の意思を尊重する育て方なので同棲も承諾してたんです。ホテル業界に勤めている娘は年末に帰ってくることができないので、12月初めに6日間まとめて休みを取って帰ってきました。その時彼も挨拶したいとわざわざ仕事の休みを取ってくれて、埼玉から福岡に来てくれました、娘と彼は千葉と埼玉の遠距離恋愛、美味しいと評判のお寿司を取って食べきれないほどのオードブルを注文。我が家でお酒を飲むのは旦那だけ、息子も2人いるんですが必要に迫られなければ飲まないタイプ。旦那は晩酌する相手がいなかったんで、営業してる持ち上げ上手な彼とワイワイ楽しくお酒が飲めて、すっかり彼のことを気に入って上機嫌で酔いつぶれて寝てしまいました娘と彼氏は福岡観光を目いっぱい楽しんで、6日後千葉と埼玉にそれぞれ帰っていきました。それからはというと、いつから一緒に住むんやろうか、次はいつ来るんやろうかと一人飲みしながらたまに独り言を言っている旦那。もう一生来んけどねと心の中でつぶやく私。そうなんです、なんと年末別れてるんです、12月の初旬に同棲いたしますっていうことでねまあまあそれっていうのは、そんな展開全然想像してなかったあれから4ヶ月、すでに新しい彼ができた娘次に一緒にお酒を飲めるのを楽しみにしている旦那なんですが、きっと次は別の人だと思うけど多分顔とか忘れてるだろうからこのまま黙っておこうそんなことないですよいや僕はね、顔はねあんまり覚えてないような気がします、ただ黙ってたら「いやーねえ、前回は」なんていう話になるんでその時にね、そのことを娘さんが彼に言ってればいいんですけど、まあ言わないでしょ。言わないですよ。実は実家にね、連れてった元彼がいるなんていう話は言わないだろうから、これはしたから旦那さんには多分次娘さんが誰かを連れて帰ってくるよっていう時に別の人だから注意しててねというふうにだからその時に告白のタイミングじゃないかなっていうふうにね思いますけれどもね。面白い話すごいまさかのタイミング。いやだからそれはねもうしょうがないことだもん。そうですね、そうそうそう、何がどうしたなのかっていうのはねよくわからないから。さあそれからねこれもいきましょうか。ケンジさんという男性ですね。中地あっちゃんこんにちは。こんにちは。この前のおもろい家族で空き巣の話が来てましたよね。で思い出した30年前の話。高校を卒業した後東京の医療系の専門学校に入学いたしました。音楽群の田舎育ちの私、寝台列車ブルートレインで上京、上野駅だったか東京駅だったかに到着して山手線のホームの駅員さんに「すみませんこの電車新宿駅に行きますか?」と質問するほどの無知もう上野駅だったか東京駅だったかっていうところでね大雑把な人なんですよね。環状線を知りませんでした。駅員さんも困ったような顔で「はい」とでその直後駅員さんから「お兄ちゃんこっちの電車の方が早いよ」とアドバイスをいただくほど内回りとか外回りとかも全然忘れました。そんな田舎育ちの私のアパート生活が始まってすぐに専門学校野球部の野郎どものたまり場になりました。アパートのお隣さんたちからよく壁を叩かれてうるさい、玄関のドアをどんどん叩かれて直接注意されることも数えきれず、ご近所の皆様本当に申し訳ございませんでした。前置きが長くなりましたが私2週間で2回の空き巣に入られて刑事さんに呆れられました。日当たりの最悪な1階のアパートエアコンなし。1回目の空き巣は就職した年夏だったんで換気のため窓を開けたまんま網戸で出勤しました。網戸のまま出勤していた理由は帰宅すると部屋が暑いから。その日は会社の飲み会で終電で帰宅。朝目覚めてベッドに腰掛けてぼーっとしているとなんか違和感、なんか変。棚の引き出しや薬箱が少々開いてるような感じ。でもこたつの上の貯金通帳はそのまんま。黒いソファーの上にはなぜか靴の跡。ぼーっと自分の足を見ても裸足。昨日酔っ払って帰宅してもパジャマ着てるし靴は脱いでる。なんで靴の跡があるんやろかとしばらくぼーっと靴の跡を眺めておりました。ふと泥棒と思った瞬間目が覚めて周囲を確認すると棚の引き出しがきちんと閉まっていない。こたつの上の貯金通帳は出しっぱなしの私でも棚の引き出しだけはきちんとしてるタイプなんです知らんよくわからんし薬箱のカンカンも半開き。これは泥棒に間違いないと確信し西武新宿駅の駅前の交番にダッシュしました。しばらくすると刑事と鑑識係の人が来て、鑑識さんはドラマで見たことのある粉をパタパタして指紋採取。刑事さんは「お兄ちゃん取られたものはありません」だろうな、最近の泥棒は貯金通帳盗まないんですね。刑事さんは笑いながら「その通帳いくら入ってるの?」700円ぐらいですそりゃ泥棒も持っていかないよ、窓は閉めて大事な通帳はきちんとしまうようにねと捜査の後帰っていきました。その翌週窓はきちんと施錠して、キッチンの小窓だけ開けて出勤しました。帰宅してドアを開けるとなぜかフライパンが玄関に転がっているなんで強風で飛んだのかな。小窓の前にフライパンをかけていたフックが折れたんかな。しばらくぼーっと周囲を確認するとまた引き出しが開いたまんま。私は通帳はそのまんま出してますけど引き出しはきちんと閉めるタイプ。また泥棒かと警察に連絡すると鑑識さんと先日と同じ刑事さんが到着。また取られたものはと言った直後、通帳はしまいと言ったよね、窓の鍵閉めろと言ったよね。窓はきちんと閉めました。キッチンの小窓は開けてました。小窓も窓だよね泥棒はどこからでも入るの。前回の泥棒は何も取ってないなら二度も入らないよ、俺が泥棒でも入らないよ、泥棒はいっぱいいるからね。前回とは違う泥棒だったみたい。うわ怖。鑑識さんがパタパタしても刑事さんは私の部屋の医療系の専門書や野球のバットに興味津々で全く操作もせず俺の肩こり腰痛がとか、公式野球のバットは重たいねとか、戸締まりと通帳はきちんとなどと言って帰っていきました。現在は音楽に戻って医療に携わっております。しかし勝手口は開きっぱなしが多い。類友なのか真冬の朝、室内が寒いなと思ったら雨戸を開けに行くと、雨戸はきちんと閉めて窓全開の我が家、妻はきちんと閉めたよと言ってるんですが、類は友を呼ぶんですね。子供たちが元気に育っているのが幸いです。